伸びるの早いね。そうなんです、早いんだよね。長め、前髪長め、唇いいのですね。本当ですか？それが豪華。じゃん。服の袖どうなってるの？こんな感じです。じゃらーん。ちょっとリボン結びするします。合ってるかな、このリボン結び。いつもすぐほどけちゃうんだよね。そう、これはゆずちゃんとお揃いで行く握手会で来たことあります。静岡で握手会の時に来ましたが、もう一回行きたいと思ってます。可愛くてインスタにも載せてたんだよね、この写真。斜めってる、斜めってる、斜めってるかな。まあいっか。じゃん。もうお揃いで見て、お揃いで来たの。静岡で。こんばんは。あ、握手会で見た記憶あります。自分のパーカーもリボン。自分のそれだったのでお揃いでした、笑。本当に？また来たいな。ルーちゃんキュートだって、嬉しい。明日ブラックパール公開するのに楽しそう。みんなツイッター見ましたか？ツイッター見てくれたかな？え、マリンが会いたがってたよ。かわいい、ルカも会いたい、マリン会いたい。結構前にね、マリンと会いたいって話したんです。え、どこで話してたの？何その話、聞きたい、詳しく教えて。な、なんとかさんの紹介できました、かわいいですね。え、嬉しい、ありがとうございます。広めてください。僕がもう会いたいです。ヘラ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 してる、ルカも会いたいよ。マリンちゃんのアピール動画見てみました、全員分見た。ティーンズユニットの全員分見ましたよ。ミレイちゃんがルカのことを名前あげてくれててめっちゃ嬉しかった。こんばんは。少しラフな格好かなと思ったけど、袖口のかわいいね。そうかわいい。でもこれちょっとどっかでまた着るので。10期生の印象は、10期生10期生はなんか、なんか最初はみんなおとなしいのかなって思って、なんかみんな仲良し、いつもまとまってお話ししてるの仲いいなと思ってて、でもな、あのゼロポジとかで共演した時に、あの一人一人の個性にめっちゃびっくりしました。一人一人個性があってめっちゃ面白くて、放送を見た時もめっちゃ面白くて、なんかもっと仲良くなりたいなと思ったし、あのなんだろう、笑顔がめっちゃいい、かわいいなって思います。 SKE の公式で、あね、 SKE の公式、犬一頭鳥だっけ、なんでやねんだっけ、犬一頭鳥もあれ大好き、何回も見た、いいねも押した。待って、マリンに会いたい。ルーちゃん全部見てるのすごい。いや見ましたよ、
税務みたい見ました。ティーンズユニット SK のね、未来のメンバーの見ましたよ。イヌイットトリ、イヌイットトリ、めっちゃ面白い。公式ツイッター面白いな。僕は8期押したから10期には多分殴れない。行ったな、行ったな、行ったからな。見てるぞ。なんか最近ショールーム結構時差めっちゃありません？めっちゃなんか時差ある気がする。8期はルーちゃん楽しいです。本当に嬉しい、めっちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。え、地震？ラグが強い？あ、なんかね、タイムラグ？あれ、こんなあったっけって感じ。待って、ルーちゃん推しにしてもいい？って。ぜひ！ぜひ。顔丸。ぜひ。アットマーク、ルーちゃん推しにしてください。あ、昨日大学で初めてルーちゃんと対戦できて嬉しくない？あ、覚えてるよ。嬉しかったるかも。嬉しかった。そう。大富豪でね、久しぶりに会う方とかもいて、まだルカのこと好きで言ってくれてるかなとか思いながら。対戦してます。これからもルーちゃん推し、嬉しい。最近ルーちゃん気になる。本当ですか？気になってくれるのめっちゃ嬉しいです。ルーちゃん推しですけど知ってるよ、嬉しいよ。ちょっと待って待って、コメントが。明日の話し会超お邪魔するよって。え、本当ですか？本当に？昨日ショールームコメントしたよって言ってくださいね。ブッチの棚は熊本にあるの？名古屋にあるの？あ、熊本にあります。そう、熊本にあるんですよ。あの今日あのツイッターにハッシュタグ、あなたは AKB のどこからみたいな、なんだっけハッシュタグ。そう、俺がそれ昨日寝る前にあのトレンド1位になってて、ツイッターの、と思って。そう、絶対寝るかも載せたいと思って、その時に AKB 大ファンだったの でそれで載せて、でもうツイートを考えて寝て、そう昨日寝る前に超トレンド入りしてて、で AKB プッチョのあの台はあの熊本にあるやつで、3枚目に載せたツイッターの板野友美さんのタイマーも熊本にあるやつで、お父さんに撮って送ってって言って、あのプッチョはもう結構前からあの写真撮ってたんですよ。でカメラホルダーに入ってて、それでともちんのタイマーは朝起きたらルカに写真撮って送ってってパパに言って送ってもらいました。アットマークルーメイトらダメなの？あ、アットマークルーメイトぜひお願いします。嬉しいです。ルーちゃん推しってすぐ分かるので。
夜更かししてたって。そう、昨日は眠れなくて、なんかしかも夜寝る前に携帯とか触るので、触ってチェックしてとか、なんかだから寝る前に例えばモバイルメールとか SNS とか、あこういう更新したいなとか、なんか SNS 更新したくても、なんかどんな言葉使ったらいいんだろうっていう時とかに、夜寝る前とか風呂入ってる時に思い出すんですよ。でそれをメモしたりとか、この写真 Twitter の下載せようかなとか、メール載せようかなっていうのが、寝る、ほんと寝る前とか風呂入っとる時とかに思い出すけん、なんかなかなか寝れなくてピエン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 は50巻とお届けしました。え、韓国の方かな。アニョハセヨー、アニョハセヨー、嬉しい、アニョハセヨー、届いてるかな。ちょっと待って、コメントコメントコメント、パーカー女子って可愛い、パーカー、今日パーカーだ、パーカーだー、イエーイ。他のメンバーが他国の言語で挨拶したとき、隣でルーちゃんが韓国語の挨拶で直してくれて、ずっと好感です。うん、嬉しい、キュンです、キュンです。アニョハセヨーかな、何だったっけな、サラーヘヨー、サラーヘー、サラーヘー、え、あミオマルや、みやちゃんだ。これなんていう名前だっけ、花丸くん、花丸くんがいる、やったー、みやちゃんに今日ねルーさらんへよ、さらんへよみやちゃんだー。あ、こじ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 だった、すいません、すいません。みよちゃん今日会ったね、一瞬だけだけど、うん、みよちゃん来てくれた、みんな嬉しいよ、やっほー、何してる、早く会いたい、最近のみおちゃんはめっちゃ面白い、面白いね、蒸しパン食べてる蒸しパン蒸しパン食べてるんだあさか3時のやつに食べるものだと思った蒸しパン、いや面白い。え、みゆちゃんはね、夜食べても何時に食べても、あ、何の変化もないから本当に羨ましい、本当に羨ましい。おいちいだって、よかったね、おいちいだね、よかったねみゆちゃんいつもインスタ見てます。いや蒸しパンってまだなんか久しぶりに聞いたなと思って、蒸しパンなんかかわいいね、蒸しパン、蒸しパン、ルカは小学生の時とかに食べて以来かな、あでも食べたかな、小学校の給食の蒸しパンは小学校以来食べてない。いいなぁ蒸しパン。あ、そう、今日メロンパンが食べたい気分だったんですよ。
あ、そう、今日は SK48 の平均のロケをしてきたんですね。で、そう、その後に、まあ、結構ルカはメール読んでくれた方は分かるかなと思うんですけれども、メール取ってくださってる方はルカのメールを、今日はちょっとね、おこな、そう、今日はおこるーちゃんだったんですよ一日。まあ、放送を見てくださった方は分かると思うんですけれども、はい、このおこな理由が分かると思います。もう激おこぷんぷん丸案件だったんですけれども、その後にどうしてもメロンパンが食べたくて、そう、買おうと思ったけどやめたんです。で、他のものを買いました。で、食べた。メールに送るね。こんばんは、こんばんは。いや、今日は本当にね、おこ案件でした。うん、久しぶりに来たぷんぷん丸、激おこぷんぷん丸、激おこぷんぷん丸ムカチャッカファイヤーみたいな、なんかあったよね。笑えるおこですか。いや、ルカは笑えないおこでした。おこるーちゃん、そう、おこるーちゃん、そうなんです。うん、まあね、放送見たらわかる。おこ、って感じの、おこでした。なので SK48 と平均の収録あるときはルカの怒った姿が見れると思います。これは本当に貴重です。ルカが怒るなんて本当に貴重です。そういう収録だったので、もう本当におこ、あの絵文字マークの赤いやつのおこでした赤い、もうやけどした絵文字のやつ、なんかやけどみたいな真っ赤になってる絵文字のおこだったんです。今日は、まあ、放送見たら分かるならお楽しみにっていう感じですね。はい、見てください、ぜひ。うん、おこルーちゃん、キレてるんですか？キレてるんですよ、今日のお仕事で今は大丈夫、今は大丈夫です。そう、うん、まあ、放送見たらわかりますね。はい、ルーちゃん怖いって。怖くないよ、あ、ギフトもありがとうございます。いっぱい浮き出てきてる、ギフト見てるよ、ありがとうございます、嬉しい。なんでルーちゃんが来ると怖いよってコメント欄、そればっかになっちゃった。でもやっぱりね、推し変されるとめっちゃ悲しい。なんか悲しいじゃないの、なんか心から、心の底から悲しいになる。でもあんまり怒らない人が怒ると激しい。でもな、どうやって怒ろうかな、人怒るとき。なんかさ、本気で怒るときってどうやって怒ったらいいんだろう。うん。
推し変はしない、嬉しい。なんで急に推し変？いや、その怒るからの推しの話がふと思い浮かんじゃって、最近パトロールしてる。あ、でも皆さんがくださるコメントとかは全部見てますよ。メールの返信とか見てるし、もちろん見てます。はい。あ、そう、それでね、現地でトーク会1月30日だっけ、あの3月になったじゃないですか、振り替えが。今のね状況だから仕方ないことなんですけれども、3月にね振り替えで会える方、会いたいなって思います。オルーはファンたくさんいるから大丈夫、ヘラヘラ。違うんです、笑い事じゃないの。そう、なんかねコメントとかを見てると、皆さんのなんか、なんだろうな、もうなんかルーちゃん好きな人いっぱいいるから、私なんかいなくなってもいいよねとかいうコメントとか見るとすごくね切なくなるんですよ。なんかルカはなんだろうな、アイドル、ルカがアイドルでスケホデートで活動してて、アイドルで活動してて一番悲しいのはやっぱり推し変されることなんですよ。とか応援をやめちゃったりとかされるのが本当に辛いので、ずっとね応援してもらえるように、私がもっとなんか魅力的な人になれるように努力しようと思うし、ずっとね一押しでいてほしいなって思います。そう、そう、なんかなんだろうな、そう、なんか推し編じゃなくて、あの応援して楽しいなとか自慢の推し面だなってそう思ってもらいたいですね、それが今年の目標でもあります。もっとファンの方を増やす、もっと好きになってくれる方を増やすのと、今ルカを好きでいてくださってくれるファンの方々のことを話さないようにずっと一緒にいたいなと思いますね。そう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 、突然なんか毎日のようにコメントしてくださる方とかが突然しなくなっちゃったりとかあったりとかするとやっぱり悲しくなっちゃうし、でもツイートするたびにいいねとかリツイートとかしてくれたりするとまだ、あ、ちょっと興味持ってくれてるのかなとか、そう、ルカの活躍っていうんですか SNS でチェックしてくれてるんだ嬉しいなって気持ちになるけど、やっぱりコメントねしてくれたりするのすごく嬉しいし、あのそう嬉しいんですよね。だからなんかね本当に、まあ、毎日なんですけど皆さんからのコメントとか SNS のコメントとかなんかツイッターのいいねリツイートだけでもすっごい本当に嬉しい気持ちになるし、もちろんあの明日と明後日あるお話し会とか握手会とかに来てくださるファンの方とかの存在も本当に嬉しいんです。もうそれがすごく毎日支えになってるし、皆さんからもらう手紙とかプレゼントとかもう本当にもう日々幸せで、本当にねルカはファンの方があってこその
井上瑠香ちゃんだなって本当に毎日思うんですよ。なので、うん、あ、10時59分、あ、あら、そう、なのでね、うん、ずっと応援してくれると嬉しいなって思います。そう、なんか最近はあんまり、なんだろうな、お知らせとか報告とかをあんまりできてない気がして、すごく、なんだろうな、離れてってしまわないかなとか、悲しい思いとか、なんか飽きられてないかなって思うこともあるんですけど、でも皆さんに届けたいこととか、まあ、あるし、まあ、メンバーとのエピソードとかもたくさんあるし、まだお話できないこともあるので、待っててくださると嬉しいなって思いますね。はい、そう、あ、もうメール送れないかもしれないです。明日送りますね。うん、そう、なんかルカってさ、何も考えてないように見えるっていうか、なんだろうなって思われがちなんですけど、意外とっていうか、ちゃんとファンの方も一人一人のことを見てるし、思ってるし、ファンの方がね、好きってたくさん伝えてくださればくださるほど、ルカも思いをドンって伝えるので、皆さんにそれ、やっぱりね、言葉で言うのが一番嬉しいんですよ。うん、なのでね、はい、そう思います。遊びに来てよ、ありがとう。コメント打ってくれたのかな、なんか例文みたいなやつでしょ、遊びに来たよって嬉しいですけど、うん、あー、ブラックパールね、そう、ブラックパールの、そう、明日10時から楽曲が、10時からの一冊一冊一は三十内容のラジオで配信されて、12時半からミュージックビデオがね、ミュージックビデオが公開されるんで、みんな絶対に見てください。ルカもね、絶対10時半に絶対に見る、ね、しかもあれはコメントができるみたいなので、リアルタイムで、そう、多分ね、間違ってたらごめんなさい。そう、なので皆さんと一緒に10時半から見るみたいな感じだけん、ルカも一緒に見ます。はい、そう、なんか、そう、最近ね、なんだろうな、メールとかブログとかも、ブログは更新したいと思ってるんですけど、メールもあんまりなんか遅れてないなと思ってるので、そう、なんかそのメールね、送ろうって思うんだけど、なんかこれ100通メールの時に、100通メールやる時のために置いとこうかなとか思っちゃってて、だけど、でもいいのかな、うん、そうっていう考えとかしちゃったりして、最近、そう、あ、これもしかして100通メールもしやった時のために取っとくとか、そういう頭になっちゃって、そう、いや、でも送ろうかなって思います、もう100メール、うん、メール送ろうかな、そう、なんか出し惜しみ、それかなんかね、あ、そう、今日そういうとこあるよねが、ミュージックビデオ100万回再生いったのと、あと発売されて1年じゃないですか、そういうとこあるよね、 MV の時とかの写真とか動画も、そう、まだ載せてないのとかあるんだよ、あるんだけど、そう、もうこの時間に載せるの遅い、明日の方がいいかな、今日でもいいかな、ね、100万回再生すごい、めっちゃすごいですよね、矢野曲本当にめっちゃ好きで、お母さんの仕事場の人もめっちゃいい曲って言っ
ってたらしくて、ルカもたまに聞くし、あのそのカップリングのチュリさんの青春の宝石はお正月もう毎日聞いてたの。だからね、写真とかもね、メールにも載せたいし、うん、そう、今日載せようかな。そうそうそう、萌え撮ろうかな。え、ぜひ撮ってください、萌え。私の私生活とか、まあ、写真は送るたびにつけてます、必ずつけてるし、うん、そう、なんかメールもね、めっちゃ送りたいこととか写真とかもめっちゃあるの。そう、でも後に撮っとこうかなとか思ったりして、でもね、そうやって結局1年経っとるけん、やっぱりね、送りますね、うん、送ろう。はじめましてだって、お、嬉しい、ありがとうございます。マミに乗せるの？ルーちゃんはマジでおすすめ。うん、嬉しい。広めてください。マミとかもツイッターとかにも載せたいなって思ってますね。あのそれとかあるよねの写真。ね、100万回再生すごい嬉しい。いや本当にいい歌、それとかあるよね。もっといろんな歌番組で歌いたかったなって。いやー本当にいい歌ですよ。楽しかったな、 MV 撮影とか。 MV 撮影の朝ごはんがおかゆで、そのおかゆもついでなんか20種類ぐらい種類があって、昆布とか鮭とか明太子とか、それがめっちゃ美味しくて、自分の好きな具材入れれるっていう、それがねめっちゃね楽しかったで、ご飯も美味しかったりとか。そう、写真もめっちゃある、まだ載せてない写真、過去の自撮りストックもめっちゃある。そうとか、それをね、載せてない写真を Google フォトに写しちゃったりして、なんかそっから Google フォトから自分の写真フォルダに載せたい時、あの戻したい時どうするんだろうとか思って、で、うん、そう、すごい汁の多さでしょ、めっちゃあったの、めっちゃ美味しかった。あ、え、どうやっても戻せるんだろう、え、待って、あ、ダウンロードかな、え、でもそのさ、例えば今2020年で2018年の写真を今ツイッター載せたいと思って載せると、なんかそれは最新じゃなくて、あのその2018年の時の写真フォルダの時に戻るってことやね、当時のってことかな、ってことだよね。ダウンロードしなきゃいけないんだ、ですよね。とかいちいちスクショとかしてたんだよね。そう、え、2021年か、令和2年3年4年2021年かも。わあ、そうなんだ。令和3年か、え、早い、もう3年生きたければ生きてない、あ、そうだそうだ、令和1年はね、あれ短縮型でしたよね。令和3年か、なんか変ですね、3年も生きてないけど、まだ令和になって、令和か、まだ平成の気分は。じゃあ平成だと平成34年ぐらいかな。あ、まだ1年半、ほんま？今日の平均だった、おこだった、おこルーちゃんでした。平成33年だったんだ、おお。え、江戸だと、江戸って何年だ、まあいいか、過去のことは。平成だったら33年だったんだ。平成33年、令和3年、2021年。おお、なるほどね。
そうなんだ。ルーちゃん対象村よね。いやいや絶対違うでしょ。面白、うん、楽しいなショールーム面白い。もう30分やったかな、もしかして。明日はね、あ、フォローしました、ありがとうございます。初見さんだ、嬉しい、ありがとうございます。でもルカあれが好きです、縦穴住居が好きなの。好きですかね、うん、縦穴住居好き。うん、あ、もう40分やったんだ。じゃあ1時間やっちゃおうかな。いや、あ、待って、ダメだ。スーとかあるよねの写真はいつ載せようかな。縄文時代かな。縦穴住居住んでみたいな、生まれ変わったら。待って、待ってね。あれ、ミナルンさんがなんちゃらかんちゃらって。ミナルンさんがルーちゃん推し3人の大富豪対戦。誰？そうなんですか。あ、ミナルンさん大富豪、なんか大富豪しながらショールームやられてるんですよね。ミナルンさん会いたい、会いたいな、ミナルンさんに。あ、吉野ヶ里遺跡、あ、知ってる、吉野ヶ里遺跡知ってる。そう、メールを送れないんですよ。もう11時だよね、11時送れないから、そう、そう、ショールームでお休みします。そういうとこあるよねのツイッターだってさ、 100万回再生突破でしょ、で1年で写真載せたいな、動画もあるんだよね。明日じゃ遅い？水ない。サイドポニー、なんかでもサイドポニーだとここら辺だから、横結びかな。チラン、ツイッターならすぐできそう。思うやん。なんかめっちゃ時間かかるの、2時間ぐらいとか普通にかかっちゃう。なんかね、ツイッター写真4枚じゃん、だからでも4枚載せるか、あ、2枚がいいかなとか、文もめっちゃ悩むし、写真も、あ、こっちの方がいい、あ、こっちの方がいい、いや、こっちやめた方がいい、あ、こっち表情似てるとか、めっちゃ考えちゃって。そう、俺が本当にね、もうね、そう、本当にね、決めれないの。そう、あ、でもこれメールにも載せたいな、みたいな。とか、あ、インスタ？あ、まさかのインスタ？みたいな。とかそういうのとかも、そう、うん、ね、そう、 SNS 大事だから。そうそうそう、今年はまだ始まったばっかじゃないですか。なので今年は
SNS もたくさんやって井上瑠香の存在をもっと広めていけるように頑張りたいなという所存でございます。待って、ちょっとツイッター明日でもいい、明日じゃやるとしたら、そう、明日ブラックパール解禁ですね。なんて載せよう、そういうとこあるよね、発売から1年と1日とか。 井上さん SNS 何の略ですか。わかるよ、ソーシャルネットワークサービス。なんかね、ルカを子供だと思ったら大間違いですよ。あれ？空気抜けた、こっち。こっちは上がるのに。ルカを子供だと思ったら大間違いだ。もうあと5ヶ月もしたら20歳になるんだぞ。おい、聞いてるのか。もう20歳になるんだぞ。待って、これめっちゃ疲れる。はい、おしまい。はい。そう、もうね、もう20歳の時近づいてきてる。え、待って、え、1月だよね今。びっくりした、2月だったらもっと焦ってたな。あれ、そうだよね、うん。ちょっとね、やばいよ。皆さん知ってますか？1月は去る、2月は逃げる。あれ？違う、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言うんですよ。だからそのこの3ヶ月はあっという間なんですよ。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言うんですよ。え、知ってる？4月はもう、あの、なんだろう、その何ですか、学年が変わるから、そうっていうから、1月はもうすぐ去っていく、2月は逃げる。その猿じゃない。去っていくの方の猿らしいんです。っていうのを、そう、ルカはね、学校の先生に教えてもらってからずっと覚えてて、それを、あー確かにと思って、そう、1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、だからこの3ヶ月間大事に過ごしましょうねっていうのを、あの、先生に教えてもらって、そう、で、そう、4月から新学期が始まるから、そう、この3ヶ月大事にしましょうみたいなの教えてもらって、そう、そっからね、そう、本当にあっという間だよ、やばいね。勉強になりましたか？ねえ、ルーさんって言いますね、ぜひルーさんって呼んでください。ちょっとお風呂入る時間なのに面白すぎて入るな。ごめんなさい、お風呂邪魔しちゃって。いや、でもね、お風呂は、あの、あれで聞いたら、お風呂、さ、あの、防水用の袋持ってますか、お風呂で聞けるやつ。ルカいつもお風呂一人じゃ寂しいので、あの、お風呂に携帯防水のやつをの袋の中に携帯入れて音楽聴きながら入って、で、湯船浸かる時にお風呂、あの、携帯いじろうと思ったらめっちゃ水入ってるみたいな
のが日常茶飯事です。そうで、それがね10日ぐらい続いたんですよ。携帯水の中に入ってるみたいな、えみたいな、なんでみたいな、防水、じゃ防水の袋入れあるのにみたいな言って、えと思って10日ぐらいしたら、してやっと気づいたのが、その縁がね壊れてたの。縁がもう本当にね、わかんないの、なんか破れてないみたいな、見た目は本当に破れてないぐらい、あの隙間がね、あのないぐらい入っとって、そうだから今日買いました、防水袋。もう汗そう本当に、うん、そうふふ水没、うん、でも大丈夫、今スマホでそう故障ショールも配信してるし、そうちゃんとできてるから大丈夫ですよ。ジップロックじゃない、ちゃんとスマホをあのお風呂とかプールとかいた時に触れるような袋が売ってあるんですよ、100均に。そう、うん、あね、充電しながらダメだってね、知ってる、それ。そう、お風呂充電しながら入ろうとしてるママに、はっ、あんたダメよって、お風呂の中に充電器入れたら爆発すっけみたいなのを言われて、あ、ダメなんだと思って思いました。そうね、怖いよね。え、感電するってどういうこと、え、どういうこと、え、自分も電気になってその光って雷落ちたみたいになるってことですか。え、めっちゃ怖い、もう想像してるけど怖い、絶対やらない、やらない、やらない、怖すぎる。え、ビリビリペン触ってるみたいな、ちょっとお水飲もう。いや本当に気が、絶対やらないですよ、やらない、やらない、絶対にやらないですよ。絶対に、もう怖い、暗いものにならないんだ。いや絶対やらないで大丈夫ですよ、うん。そうなんですか、怖いね、めっちゃ怖いそれは、うん。水電気通しやすいんだ、給水タイム、うん、いい音してた。え、フリじゃない、フリじゃない、全然全然、絶対やんないですよ、うん。寝落ちも危険だね、確かに、うん。昔のほののさんみたいになる。面白い、座布団1枚今のコメントに、うん。いや知ってたよ、あの携帯充電しながら入れると爆発するから絶対ダメっていうのをお母さんに言われてのれ知ってましたよ、事前に。でもどんくらいやるのかは知らなかったです。あーでも今日めっちゃね、あの死ぬかと思った出来事あったけど、でもそれはちょっと劇場かとかなのそうかな、 MC とかで、そう、そのあるメンバーとのエピソードなんですけど、メンバーのがきっかけのエピソードだけど、そうメンバーがいる時に話そうかな、うん、ん？カットされないレベル？ああどうなんだろう、言っちゃいけない子はないと思う。あーでもダメって言われるかな、あれわかんないけど、うん、いや言われないと思う、ルカ的には全然普通だと思いますよ。あ、実際になった話ですよ。そう、それを MC で、あの、劇場で話そうかなと思って。うん、あ、何時まで配信しようかね。
今なんでだろう。だから何時から始めましたっけ。あ、ダメって言われたらショールームで話すね。あ、10時32分2秒から始める。あ、なるほど。はーい。で、今何時だ。僕はもう寝ます。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。明日早かったりしますかね、皆さん。あ、みんな明日何時起きですか。なんか何時起き、みんなの時間聞くのめっちゃ好きなんですよ。あ、もうすぐ、あ、じゃあ、あと15分、10分ぐらいで終わりますね。うん。あ、見たよ。そう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 、あのハッシュタグ、あなたの井上ルカどこから、見た見た、めっちゃ嬉しかったです。そう、見てます、めっちゃ嬉しい。あ、時間教えてくれてありがとう、ありがとうございます。おお、めっちゃ時間きた。おお、時間きた、時間きた。待って、当ててみて。2時、10時、7時です。目が覚めたら起きます。昼まで寝ます。明日休みよ、決めてません。8時予定、5時に起きるよ。明日休みなので何時でも。昼5時、え、朝の、明日4時半起き、え、朝の、早い。今のどう来た、あら、6時半。仕事頑張ってくださいね。頑張れ。8時半、7時、6時半、5時半起き、4時、お昼、10時から、NMB お話し会なので、ルカのとこにも来るかな。6時半、お休みだぜ。いつも6時、まだ寝ない。5時半、自由、8時くらいかな。6時、6時、明日は5時半、7時起き、6時、6時起き、決めてないです。8時半ぐらいで。明日はお休みです。昼まで寝てる。4時半に起きます。早い。なんで ?8 時くらい、8時です。明日4時半だった。早くないですか皆さん。明日は仕事だから目覚ましく寝るよ。あー、最高だね、それは。昼かな、明日も仕事やらなきゃ。頑張ってね。ファイト。戦う君の歌。明日は5時15分起きて、早っ。毎日4時半起き。4時半？休みでも5時に起きるよ。明日は蒸しパンを食べるので7時起きます。かわいい、蒸しパン、怖っ。うん、そう、でも明日はお話し会がそんなに早くないので、ちょっとゆっくり起きたいと思います。でもメイクとかもしなきゃいけないので、ちゃんと起きますね。今めっちゃ怖かった。誰ですか。こういうこともあるよね。起きたらまず何からするの。まずアラーム止めて、2時間ぐらいアラームしてるので、アラームも全部止めて、目が覚めたら。でも念のため1時間後ぐらいはアラームしといて、でまずアラームを止めることから始まりますね。はい、2時間しちゃうね、全然。だって不安じゃないですか。
止めるの大変です。いや全然、ただあのピッピッピッと押すだけなので。うん、でもそう、急に1時間後とかアラームの時めっちゃびっくりするんだよね。でもそれでまた起きるって。でもやっぱ二度寝とか怖いじゃないですか、今やっぱりね。起きた時にそう二度寝しちゃったとか、そう違う、アラームの時も2時間じゃなくて、2時間例えば8時に起きる予定だったら10時ぐらいまでとか、でも集合時間の時間までアラームしてますね。うん、自分ひたすら5分おきにスヌーズ鳴る設定で30分くらいかけて起きてる。スヌーズってなんだっけ。ルカは3分おきです。寝起きは良くなりましたか。いやめっちゃ良くなりました。もうちゃんとスッと起きれるようになりました。うん、グズグズせず。そう、なんか最近、今まではあんまり起きれないことが多かったけど、最近はもう1回目のアラームですぐ起きれます。起きれるようになってすっごい嬉しいです。自分も成長したなって思います。逆にアラーム慣れしちゃうんじゃない？いやしないんですよそれが。うん、まだしてない、初見です。本当にありがとうございます、嬉しい。アラーム音はエブリデイ活用者です。エブリエブリエブリデイ活用者。トゥルルルトゥルルルトゥルドゥ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 チャー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 でもボーンってね来るので、それで「はあ起きなきゃ」ってなって起きてます。いつもルーちゃんが友達ファンだったの意外だったの。あ、それみんなに言われます。そう、 AKB で誰好きだったのって言われて答えるために、えって言われるんですけど、そう、友人さんのね、板野友美さんが好きだったんですけど、そのきっかけはあの AKB とセブンイレブンがコラボしててたくさんグッズを出してたじゃないですか。その時にあのなんかパソコンのマウスの下に敷くシートに12人16人ぐらいメンバーがいて、チェックの衣装を着た。でそれで誰が可愛いってなって指さしたのが板野友美さんだったんですよ。そっから好き、ずっと好き。マウスパッドだ、うん、マウスパッド。みおちゃんが同室になるとずっとなり続けるって言ってたよ。いやもう本当に同室の方にはね、そのエブリデイカチューチャです、多大なるご迷惑、あらるか私のアラームの音で多大なるご迷惑をおかけしてるなと思って、いつも申し訳ないなと思ってます。はい、でもね、同期のみんな怒らずに私のことを起こしてくれるのですごく優しいなって思います。うん、それ持ってる時にも作って、本当ですか、本当一緒のかな。板野さんと笠井さんの違いが分からない時代があります。本当に友美さんと友珍さん、めっちゃ好きだったな。今さらさらたたたたたたた。あ、でも最近はなんだろうな、同室とかホテルで泊まるとかないじゃないですか、握手会とかが。握手会とか2日間とか東京とかだったら泊まりとかでメンバーと一緒だったけど、そう最近はそういうのがないのでね。うん、起きてますよ自分で。AKB の時、でもともちんさんが
番好きで他は同じぐらい好きみたいな、わかりますか。ダントツでともちんさんで、みんな好きでした。うん、でもお兄ちゃんと、お兄ちゃんが大島優子さん推しで、めっちゃいました。でもコンビとかがすごい好きでした。まゆゆきりんとかめっちゃ好きだったな。うん、とか誰だったんだろう。待って、でもともちんさんでした。うん、倉持明日香さんめっちゃ好き。ノースリーブスとフレンチキスさんと乗ってったさんも大好き。懐かしいな。はい、ちょっともう1時間経っちゃったので、ちょっと声もね、かすれてきてしまったので喋りすぎてはい、もうおしまいにしたいと思います。明日はオンラインお話し会楽しみです。待ってます。また話しましょうね。明日ももしかしたらショールームするかもしれません。その時は見てください。見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。あ、スクショタイム忘れてた。そうだ、この間するの忘れてた。忘れてた。えい、スクショタイムしております。はい、じゃあまたね。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。